どうもこんばんは、NM です。さあ今回はファイナルファンタジーコラボ、第2弾のガチャが来てるのでね、10回ほど引いていきたいと思うんですが、まあ今回は非常に金率がいいと、まあ、66割型だとかね、まあ、動画とかいろいろ見てても、まあ、3、4回連続で金出たりする動画も結構あるんで、まあ、なかなか期待していいとは思うんですけど、キャラがねいかんせん多いと、金枠の。なんで僕の狙い目としては、まあ、クラウドは欲しいんですけどね、多分1体を狙って引く、クラウド1体をなんかこう狙って引くみたいな人は多分いないと思うんで、まあライトニングかヤシトラじゃねえわ、シャントットが欲しいんですよね。まあ、なかなかスキル有能ですし、まあその2体ぐらいかな。まあ、セフィロスもね杖3つになるかなと思ったりしたんですけど、そこまで変化はなかったんで、ちょっとね花粉症で何言ってるか分かんないかもしれないんですけど、俺もね FF はそこまでやり込んでるっていうか、あのディシディアとか FF14 とかはやってたんですけど、そこまでキャラ知ってるってわけでもないんでね、では引いていきたいと思います。とりあえず10回ね、鼻水がすげえ垂れてくるんだけど、第1弾の時なんで引かなかったんだろうな俺。クラウド集めて、お金じゃん、おっしゃー、来たシャントット。とりあえず目標1体回収したね、これで。そうだな、宝石集めて10回以上引いてもいいかも。おおお、セシルね、はい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 、これも究極するんだったっけな、するんだったっけ、忘れたんですけど、まあ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 って感じですね。いやーでもできればクラウド3体欲しいところなんですけど、3体集めようとしたらね課金っていう道を避けては通れないんで、なかなか、ああなるほどなるほどね。絵も知らないんだよな僕的には。まあ、中学の時にすっごいディシディアをやってて、まあ、そのおかげでねジタンとかジタンばっか使ってたんですけど、やっぱあのゲームはなんかティーダが最強みたいなとこあったんで、何にしてもティーダには勝てなかったんでね。オッケー、さあ来いよ。あーバツか、あもうね花粉症が目と鼻と喉に来てね、もう今声が本当にやばいんですよ。電話誰お前って言われるぐらいの声になっちゃってね。スコールね、これも第1弾のキャラス。クラウドでも1匹は欲しいな、すごい究極進化かっこいいから。おやべきは、あバッツ出すぎだろバッツ、言うて2体目か。バッツとスコールほぼ左右対称みたいなのがないか。はい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 、さあラストですね。でもまあ目標の、シャントと回収できたし、あ金かい、金で締めくくりたかったな。何回金出たんだろうか、ちょっと見ますかね。ボックスちょうどいっぱいになったか、属性になってら、金はヤシトラにセシルに、違うな、バッツスコールバッツ5ですかね。まあ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 って感じでしょう。というわけで今回はファイナルファンタジーコラボ第2弾のガシャの動画でした。まあねいいですね今回金率、毎回これぐらいだといいんですけど、まあねハンターハンターとか、連載の再開が決まったりね、まあ、エヴァの映画も多分今年か来年の頭ぐらいには多分公開されると思うんで、そちらのコラボもね後々復活してくると思うんで、まあ期待していきたいと思います。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況で、お会いしましょう。バイバイ。